しゃいしゃい、ライオンですとね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、皆様に、スペシャルな、すべてに勝てるね、最強デッキをお持ちしてきましたということでね、毎日最強デッキを紹介してるんですけれども、今日の最強デッキはこちらということでね、クロスボウですね。まあ、お前クロスボウ使えんやろと思ったそこのあなた、甘いです。ということでね、早速ね、やっていこうと思います。このクロスボウデッキはですね、ロイジェにも相性がいいです。で、これでマジネタじゃなくて、普通に相性がいいんですけど、まあね、これ見て、やりながらね、説明していきたいと思います。なんですけど、このデッキね、ロイジェになぜ相性がいいかというと、別にクロスを通す必要ないですね。もうウッドとファイボだけで削り切るというね、そういうね、結構コスメのね、戦術になってはいるんですけれどもね、なんせ強いということでね、最初にこのようにね、防衛テスラを置きます。まあ、エレキって入ってるってことは、大体ジャイか、まあ、神技系、まあ、ラムとか入ってるやつか、よいしょ。よいしょ。さあ、OK。か、ペッカですね。なんで、先にこう、置いてあげるんですね。で、置いてあげて、おっと、すごい。で、こう、ナイトとか、こういう主力カードを切ったら、まあ、攻めクロスでね、一旦様子見ということでね、やっていくんですけど、おー、刺さる刺さる刺さる。さあ、ここでね、無理に守りません。で、こういうのは、ちゃんとね、アイスピと、そして、いや、これ、ナイトだな。と、こっちに、アイスピで寄せてあげると。まあ、いう感じで、こういう感じでね、攻めクロスをして、あ、はいはい、君は、ゴーストランバー U のナイトエレキ、ね、っていう感じでね、把握をしてあげるんですよ。そうすることによってですね、よいしょ。で、このスケ、このスケね、パーフェクトスケによって、このね、完封することができる。まあ、相手は多分、ペッカかメガナイトか、まあ、そういう感じだと思うんですけどね、まあ、陸系が1個多いんでね、まあ、ここら辺、ウッドで、まあ、1回ここね、防衛クロスですね。防衛クロスでここに置くと逆こっちのねタワーからポイズンから巻き込まれないんですけど、まあ、最初は真ん中でもよかったかもね。最初は真ん中でもよかったんですけど、こうやって真ん中開けられるとね、テスラを置くことができるんですよ。テスラを置くことができるということはね、つまりどういうこと、あ、この人ちょっとね、2点です。まあ、つまりどういうことかというとね、テスラを置くことができるんですよ。さあ、ということでね、ナイト出していって、ここウィザードなんですけど、ここはちゃんと言うのが着地してからファイボですね。よいしょ。さあさあさあ、このようにね、綺麗に防衛してあげて、まあ、序盤はね、別にそんなクロスをね、通す必要がないので、もうね、なんならね、この600、今600、相手のね、タワーとね、こっちのタワーで差がついてるんですけど、もう600ね、差がついた時点でもう勝ちということでね、一回ここでもう一度防衛クロスをしていきます。次、この防衛クロスを絶対に守っていきたいと思います。さあ、ここね。いや、さすがに人技系なデッキだと思うんですけど、テスラ埋めていって、ここウッドからのね、ファイブを打っていきたいと思います。さあ、よいしょ。さあ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 、ここでね、相手はもうどうすることもできないということで、ここ、はい、皆さん見てください。こうやってクロスが残る。はい、テスラをね、テスラではない。立てていきます。そして、ここにね、スキャを出してあげて、PPPU のを飛ばしてあげる。さあ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 、そしてここにウッド。さあ、もう止まりません。にゃ、アイスピに一発打たしてあげて、クロスを通す。さあ、こうないと、レイジが勝っていてもお構いなしという感じでね、この声とともに。さあ、もう地獄です、相手からしたら。で、このね、クロスが立て終わったら、この地獄のセミクロス、もう一個。もう倒したと思ったらもう一本と。倒したと思ったらもう一本をね、こう続けてあげる。そしてテスラ。そしてテスラっていう感じでね、霜降り風にやって GG という感じですね。まあ、最初は防衛クロスから、前半に畳みかけるなっていう感じでやってあげてから、前半に、畳みかけずに後半に畳みかけるとね、言った感じでやると、素晴らしくいいとね、言ったところですね。さあさあさあ、次行きましょう。よろしくという感じで、とりあえず、アイスピとかウッドでこう相手に削っていって、こうね、あ、鼻がかい。ユニットを出していくんですね。でまあ、こういうのはナイトとかでいいかな。で、このアイスゴレだったんですよ、最初は。一発食らっちゃった。なんですけどね、こうナイトになった理由がありまして、ロイジャイですね、ロイジャイ。で、ロイジャイに相性がいいというのも、アイスゴレだったらそんななんですよ。なんですけど、こうナイトになることによって、盾プラス、このね、相手のユニットを殴ることができるんでね、ロイジャイとかを結構溶かすことができるんですよ。おそらくね、その理由で今、上位のね、クロス使いでアイゴレにしてる人はね、0人です。本当にね、全員こう、20位より上に5人か4人ぐらいいたんですけど、みんなこのナイトになってましたね。なんで、上位の、このクロス陣の中ではね。あー、今、これ、相手クロスっぽいですね。いやー、違う。スケラか。
さあポイズン打たれていくが、スケラにはねアーチャーがいて、そしてねクロスボウがあるということでね非常に有利になっています。さあここ、防衛クロスが残りませんね。ここはおそらくなんですけど、逆サイドスピでちょっかいを出していき、スケルトン回していって、さあウッドドン、うん、気持ちがいいですね。さあここテスラ立てていきます。もう一度このねテスラを立てることによって、このベビードラグーンをね、消滅させることができる。よいしょ、うん、さあここはいいですよ。ダルバを切ったんでこのね、ぶっ刺さりますね。これがさあさあアイスイズからぶち殺、うー殺してない殺してない、全然ぶち殺してない。さあ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 、このねスケルトン寄せてあげて、さあ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 、やっぱねコンプラ意識に高い情熱を持ってるんですよ僕は。よいしょ、よいしょ、んな、さあ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 、ここ延命してあげて、ここを許容でもいいかな、うん、いいですね。さあさあさあ、ここは、もう一度ねテスラを出してあげましょうか。でアーチャー切ったんで、俺は高速で次来たらナイト、止めてからのアーチャーをねしなきゃいけないですね。まあ、ここ防衛クロス出していきます。であいつらをぶっ壊してから、防衛クロスを残していって、でしかもここ多分逆サイドのポイントかかんないんですね。そうなんでね、さあさあさあ、ここはファイボからのウッド、いやー気持ちがいいと。さあさあさあ、ここねやってあげてことによって、アーチャーセパ押してあげて、テスラが埋まっててね、こいつポイズン食らわないんですよ。ちょっとずるいんですけどね、それ本当に大丈夫っていう感じなんですけど。さあここねクロスボウぶっ立てていきます。アーチャー一体と。さあそして、気持ちがよしと。さあいきますよ、ゴロリンからのアーチャーですね、からのスケルトン。まあ、ここにね出すことによってクロスに出すタルババに対してこう位置が被らないんでね、そうこのようにかわすことができます。さあそしてファイアバール、さあ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 、乗ってまいりました。さあここアイススピリット出して、一旦ね、テスラを置いて一旦ステイサムといったところでね、さあここアーチャー立てていきます。うん、よいしょ。でここはもうね、よいしょ。で、相手はポイズン切ったんで、ユニットで対応しなきゃいけないんで、ここはね、テスラを立てていきます。そして、ここですね。このファイアボールスペシャル、ゴッドファイアボール、いきます。ありがとうございます。さあ、ゴッド。さあ、ゴッドです。よいしょ。陸剥がして、剥がして、剥がして、さあ、もうベリンベリンに剥がしますね。そして、テスラで回収。そして、テスラで回収。やべ、ちょっとね、喋ってる暇ないんですけどね、これ、実は。さあここね防衛クロス立てていきます。まあポイズンが下に来るので上にね、でここら辺にテスラを立ててあげましょう。そしてクロスの構え、クロスがね2機あるんで、これリキューニットね2倍の速度で溶かすことができるんですよ。神と呼んでください。はい、さあ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 、さあ刺さってます刺さってますという感じで、ここファイアボール打ってグッドゲームと、はい、いう感じでね、このようにね防衛クロス攻めクロスをね、駆使してやってあげることによってスケラとかにも勝てます。そして最後にここにねロイジャーを引くことができれば完璧なプランですね。今日の動画ね100点満点と、うわ軍師翔平くんと、キングダムを見ている人、俺キングダムめっちゃ好きなんですよ。翔平くんですね、翔平くんいいですね、いい名前だ。さあここ枯渇、あーもうやつですね、グッドゲームと送りたいところでありますが、まあね炎上してしまうので一旦ステイサムといったところで、ここはステイなんでしょ。さあ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 、まあねクロス使いたるもと攻めクロスで攻めようとね、いうクロス使いの教えがあるので、ね、さあここ、いやーここやばい、うん、お、まあ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 序盤だけこう小競り合いをね続けることができるんですけど、相手は終盤ね俺の防衛クロスからの攻めクロスのねこの攻防についていけないと思うんでね。さあ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 、ここはね一回ウッド温存していき、あーちょここはウッドかな、ウッドかナイトで合わせてきてから次スケバレで攻めてくるか。おっと謎い、おーまさかの、よいしょ、はい、
だからここスケーとか切ってしまったんで、結構いけるな。でこれインフェいきます。はい、分かってましたね。よいしょ、余裕で間に合う。さあここセンスのアイスピー、よいしょ、はい、綺麗さっぱりすっころこんということでね、ここ吹きがきます。おっと、俺読んでたんですけど、まあまあまあいいでしょう。さあ序盤にこれだけ削り切ってしまったらもうね、あとは防衛クロスガイモリしてグッドゲームといったところでしょう。さあさあさあ終盤、まあ相手がね、あの超絶攻めプレイをしてくるかもしれないんでね、一旦防衛クロスを置きます。でここで相手が諦めてるのかを確認し、まだ諦めないですね。なのでグッドゲームって押す人、こう、あ、これは負けたって言ってながらもするやる人と、本当にこう退出してしまう、そうそう、あの2種類分かれるんですけど、さあ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 、なのでまあ一応ね、相手にこう失礼に値しないプレーをしたいですね。さあさあさあ、よいしょ、 OK で、いやー、攻めクロスリスクあるかな。まあいいよな、普通にこれだってテスラ立つて、うん、さあこれ5ウッドが終わりかな。うん、さあよいしょ、どこに、はい、必殺奥義おっぱいテスラということで、ね、あんまりこういうこと俺言いたくないんですけど、さあアーチャーを出していって、スケ出していき、さあさあさあ、これで5からのウッドでグッドゲームと、まあ、相手一応このインフェはね、あのクロス読みインフェということでね、さあさあさあ、俺の必殺技も決まっていきましたということでね、さあ3連勝、このねクロスマジ強いんですよ今、ロイザーを狩るためにババゴヤスキャラとかも結構いるんですけど、スキャラにまず強いんですね、このアーチャーが入ってることによってね、アーチャーナイトなんですよ。なんでね、もうスキャラにはバチバチボインボイン強いんですよ本当に。でそしてこのロイザーにもね勝つことができるんで、最後ロイザー引きたい。まあ、枯渇はね、まあもともと多分相性がいいものなんで、うん、相手がデリバリーだったんで、今流行ってんのは5ウッドなんですけど、5ウッドはまあ若干こうクロスボウにねダメージを与えることができるんでね、たまーに負けないか、さすがにね、あの俺が枯渇側でもめっちゃきついし、クロス側でもねやっぱ絶対勝ちたいっていう相性だと思います。さあ最後、いやーこの名前は完全にロイジャイです。もうねわかるんですよ、この雷ついてる人全員ロイジャイ使ってるんで、頼むロイジャイ使ってくれ、俺の動画の仕上がり的にロイジャイじゃないー。さあただここねクロスボウ立てていくことによって、だでスケドラが来たらね、そこで5打ちます。おお、なるほど。さあ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 、まあこいつね、あのポイズン垂れてもガチガチガンテツなんでね、ぶん殴ることができるんですよ。いやーこれギリギリまで耐えたい。で次のババに、おーしよしよし、松台のババにまでね当てていきたいですね。さあここポイズンを切って、相手はババ小屋がないですね。さあここマスケなのかマスケじゃないのか、イナですね、イナわからないんですけど、おそらくこのベビドラが出てきたってことは、いやまだわかんないか、多分マスケが入っている方だと思うんですよ。うんですね、ってことはユニットが3体ではなくスペルとか1コストが1個入っている方のかな多分。まあ一応ねこのテスラ寄りに立てていくということで、焼き鳥の教えですね、知らんすけど。さあここアーチャー、よいしょ、はい、通りますすいません通りますって感じでね、こうやってあげることによってね、このあのクロスのね、通る道を開けることができるんですよね。さあ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 、こんなことやってる間ね、スケラ撃たれたらお打物なんでね。さあここはまあ相手はね、あの一矢報いるためにね、こうベビドラスキャラとかやってくるのか、いいな、イナですね、来ないと切っていきます。ただベビドラとかねテスラで受けることができるので、さあここですね、なるべく低めにで、ま、ワンチャンベビドラ高めくるんで、こうテスラとかでね受けてあげる準備をしましょうということで、ここ受けてこないなら5打って加速させていく。さあこれねクロスがあることによってねめちゃくちゃいいんですよね。何がいいってね、よいしょ、さあ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 、おお、なるほど。さあただここねクロスが残ったんでね、茶切り
じゃあ切りタイムですね。で裏側、あ、このね、ここに防衛クロスを立てることによって次のねクロスにつなげるという戦略的防衛クロスなんですよね。ここで磨いていきます。余裕の磨き。ここでいやいや、これ防衛クロスだからえ、これミスだと思ってんのっていう姿勢をね見せてあげることによって、こうこの敵陣をね、この無駄に攻めてくるんですよ、敵が。そうやることによってね、何がいいか。いやー、ここ攻めちゃいますよ、僕。いいんですか、いいんですか、攻めちゃいますよ。そしてどっちに来るかな。やべ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 やめて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 、うわー、もういやー、ちょっと違ったっすね、さすがに。いや、ここはアイスピンで守ります。このちょっと離してあげることによってね、ええ感じのアイスピンになります。さあ、ここわあ、いいクロスだ、いいクロスだ。あんま自分で、俺自分で自分のこと褒めるのあんま好きじゃないんですよ。なんすけど、これは誰がどう見てもいいクロスですね。さあ、なんすけど、ここにゃー、ちょっとエリア溢れちゃったんで、ファイブパーコーンっていき、さあ、こう来ますよ、高めに。でウッドも切っていく。で次ね、ここ後ろにこれね、ポイズン、あ、固めてこないか。これワンチャン位置ずらしてくるかなと思ってね、ちょっと期待してたんですけど、位置ずらしてこなかったっすね。やべ、さあクロスを立てていき、ナイト来るね。さあ後ろ、いやー、オッケーオッケー、いいよいいよ。おー、取った、来た、勝った、プリーパロース、うん、おーグッドゲームというところでね、まあ、マスク入りのね、やつにも勝つことができますと言ったところでね、このクロスデッキね、今めちゃくちゃ強いんでね、皆さんね、ぜひ使ってみてください。これですね、アイゴレがテンプレになってるんですけどね、非常に、間違いやすいと思うんでね、今のテンプレは絶対ナイトです。ロイジャイに勝ちたい、ロイジャイに負けたい方はね、アイゴレでもいいんですけど、勝ちたい方はね、ぜひナイトを入れて、こうね、スケラにもロイジャイにも勝てるデッキを使ってみてください。ということでね、今日この辺で終わりたいと思います。もしよければね、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もね、いつもこう目をね、バチバチにギラギラに通してるんでね、もしよければコメントもよろしくお願いします。ということで、おります。バイバイ。